今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。情け無用！逃がすな！酒井殿、よくやった外国。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。氏政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。とわにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。
酒井殿。新山の調子はどうだ。皆士気が上がっとる。クロードが味方だからな。酒井様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手麦をなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。今のうちに休め。そうだ、宇治政様の館で姉さんが話したいって。よし、心得た。酒井、町の守りは進んでおるようです。お主の働き、大黒から聞いた。礼を言う。おじぎみへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今、あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐにわかる。あんたも酔った方がいいね。剣士のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。
言うな。ジェン、大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。タカ、戦えぬ者を集め館に入れ。みんな館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。敵だ。門が破られる。一所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。組隊、動けよ。槍川を守れ。クロード様に近づけ。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは、魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん。鷹を見ていろ。